皆さんこんばんは。本日はダーマローラが危険な理由についてお話をしたいと思います。ダーマペンってすごい流行ってるんですよ、今美容医療業界で。でダーマペンって細い針がお顔にこうバーッとこう剣山みたいなのがバーッと刺さって、その針の刺激で傷がついて肌が修復再生される過程で肌をきれいにしていこうっていう治療なんですけど、これもともとそのダーマローラって言われるような技術にすごく似てるんですね。ダーマローラっていうのは顔をこうやってこするローラーにダーマペンみたいな針がついてるんですね。それを使うと、まあ、ダーマペンみたいに肌に傷をつけて入れ替えられるから美肌になるよっていうことで、結構ネットの通販とかでも売ってたりします。で結構ね、恐ろしいことに海外のなんかそういうサイトとか見ると、ダーマローラーと針とあとなんか麻酔とかも場合によっては結構売ってるとこもあったりして。そうなんですよ、結構あれですよね、ダーマペンって針で穴開ける、ね、そうですそうですそうです。でなんかそのサイトとかによってはダーマローラーの針の深さがまあ、もちろん深くすればするほど痛いし出血するんだけど、まあ、効くわけじゃないですか、ある程度深くまで針刺した方が。だからサイトによって結構深くまで刺さる針も扱ってますみたいなので歌ってるようなところもあったりするんです。だけどやっぱり結構それは危険ですよっていうのを伝えたくて、そもそもですね、肌があってダーマペンの場合、こうダーマペンの機械を当てるとこう針がこう垂直にこうやって刺さるんですね。この針の深さを機械によってこう設定して、どこまでの深さまで針を刺すか、例えば 0.5 ミリなのか1ミリなのか 1.5 ミリなのかみたいな、こう針の深さを調整してこうダダダダダダとこう電動で針がこう垂直方向に出し入れされるんです。で施術するドクターとか看護師がこうやって機械を動かすと、針をもうこうタタタタタ垂直にこう出し入れしたまま傷がこうやってついていきます。で一方でダーマローラーを使う場合は、ローラーにこうやってこう針がついてるわけですよね、こういうふうに。でこれをコロ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 ってすると針がザク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 ってこう滑りながら入っていくんですけど、そうした時にこの針がですね、こう転がしながらやると、こういう鋭い垂直な針の刺さり方じゃなくて、こう肌をこういう感じでちょっとこうえぐるような刺さり方をするんですね。ちょっと私の絵が下手なので理解が難しいかもしれないんですが、要はダーマローラーの方が肌を針でこう引っ掛けながらこう傷をつけていくから、ダーマペンでやるよりも表面の傷が強くて、まあ、本来刺激をしたい、例えば表皮よりももうちょっと下の真皮のあたりなんかに刺激を与えようとすると、それだけ表皮をもっと痛めるっていうことになるので、まあ、そういう意味で最近、まあ、少なくともクリニックでダーマローラーを使ってるところっていうのはほぼもうないと思います。昔はダーマローラーの方でクリニックさんでこうゴリゴロゴロってやりながら薬剤を導入みたいなのを、まあ多分7、8年ぐらい前とかに遡るとまだあったんですけど、まあ、最近もこのダーマペンが進化してきて、しかもこれが流行ってるので、まあ、これはほぼほぼクリニックでは使わないんですね。ただ多分これをこう電動でこうダーマペンをこうやるよりもローラーの方が自分でやるときは楽、コロコロコロってこう美顔器みたいにコロコロするだけなので、なんか通販みたいなので買おうとするとこれが意外と売られてたりします。私もだから湘南に入った時にダーマペンちょっとやりたかったんですよ、自分が受けたかったの処置を。なんですけど、その時まだ新宿本院にダーマペンがなくて、なんか他の院にはあったんですけど湘南の中で、でも本院になかったのでどうしようと思って湘南の中でどこがあるかなと思って検索採取してたんですよ。
したら、なんかダーマペンが、あれなんか検索してたら、家庭用のやつがいっぱいなんか出てきて、で、いろいろ調べたら、ダーマローラが売ってたの、その時。私もだから、その時は、海外のじゃなくて、国内のサイトで、試しに1個買ってみたのあります。でも、そう、で、自分でもちょっとやってみたの、な感じか。でも、すごい痛がりで、まあ、そのサイトには麻酔とか売ってなかったんですけど、痛がりだから、なんかその本当に 0.2 ミリみたいなあのトゲでもすごい痛くて、あ、こんなのどうやってみんな家でやってるんだろうというぐらいびっくりしたんですよね。まあ逆に言うと、私が当時美容医療の医者になってまだ半年ぐらいの時に、でもそのサイトで売ってて、あ、なんかこれどんなもんか見てみようかなと思って買ったぐらいだから、きっとこの YouTube を見てる方で美意識高い方で、こういうので例えばご自宅でビタミン C の誘導体入れたりとかなんかしてる方もいるかもしれないんですけど、私はおすすめは現状してないですね。そういうの入れたいんだったらクリニックに来ていただいて、適切な針の設定、深さとか針の振動の与え方とか、薬剤の選定っていうのをこちらでぜひさせていただいた方が、安全で効果的な治療を受けてもらえるかなと思っています。じゃあそもそも家庭用ダーマローラーっていうよりは、うん、もうそもそもダーマローラーが結構、そうね、だからおっしゃる通りで、最近美容皮膚科の業界自体でダーマローラーの技術ってもうあんまり効かなくなりましたね。それは皮膚を傷つけすぎるから、うんうん、まあさっき言ったようなことをやっぱり言ってる先生が多いです、うん、じゃあ家庭用ダーマローラー、まあダーマペンもだと思うんですけど、はい、どういう面で危険ですか？安全面ですか？まあ、そもそも針を刺すって結構、侵襲度が高いことなので、それを、ご自身の判断でやるっていうのは結構危険ですよね。例えば針の深さも深くしすぎると、例えばかなり出血を伴うことってあると思いますし、じゃあそれがきちんと消毒とかがされてるお肌でやってればいいですけど、消毒もきちんとできてない状態で闇雲に出血させたりしたら、やっぱりそこからばい菌入って感染したりとか、そういった可能性もあるかもしれないし、あとは結構ダーマペンとかダーマローラーが、例えばね、金属アレルギーある方とかだと、この針の刺激でちょっと金属アレルギーっぽい症状で顔がちょっと赤みとか腫れが出たりする方いらっしゃったりするので、そういう、なんだろう、その方の肌質に応じた治療の提案とか、場合によってそういう腫れとかが出ちゃった場合の対処ができるところでやっぱり受けてもらった方がいいかなと思います。なんか以前湘南の、あ、このチャンネルでも、はい、ダーマペンの手術の動画上げましたよね。上げました。インフルエンサーの方と一緒に、はい、その方も結構出血されてたと思うんですけど、してました。家でやってもそうなるってことですよね。まあ針の深さによっては、でもそこまで深いのがサイトで買えないことも、普通は多分あそこまで深いのは買えないです。そんなものを多分本来は販売はできないはず。そうですよね、うん、だから法的にそもそもそういうのって医療行為だから、医療行為をそういうなんかエステ機器みたいな、家庭用の美顔器みたいな延長で販売自体がちょっと法的に大丈夫なのかっていうのも疑問ですけどね。確かに、はい、美意識高い方はそのビタミン C とかトラネキサム酸とかそういった薬剤をまた別途買って、それをローラーで入れ込んだりとか、あとその後マスクパックしたりとか、そういうことをしている方もいるんでしょうね、うん、本来やっぱりこういう肌に傷をつける治療ですからね、原理がそもそもが。だからその傷のつけ方を誤れば、傷は傷として残っちゃうかもしれないしね。あと結局、例えば乾斑って言われるタイプの肌状態の方とか、アトピーがある方とか、そもそもこの治療に肌が耐えられない可能性もあるので、その診断をちゃんとしないと、え、あなたこの肌でダーマペンやったの、ダーマローラーやったのみたいなことになりかねないですよね。今日は家庭用ダーマローラが危険な理由についてお話ししました。ありがとうございます。